皆さんこんにちは。さあ今日はですね、このモザエアクロス2のキットの中に入っていたこちらですね。このね、iFocus M っていうのかな。これについてちょっと解説していきます。まあ一応これいわゆるこうフォーカサーってやつで、この、レンズとかね、このフォーカスのこのくるくる回る部分に、これとベルトが挟まって、遠隔でね、フォーカスコントロールができるっていう、まあそういう、商品なんですが、これ今までね、こういうの使ったことがないんで、まあなんともかんともではありますがね、まあとりあえずちょっとこれ装着してみてね、その装着感とか使い心地っていうのを、まあチェックしてみたいかなと思っています。それじゃあちょっとカメラ切り替えていきましょうか。さあそれじゃあこのね、ジンバルにこのフォーカス M つけていくんですが、まずその前にね、結構準備することがね、あります。で、これもね、あのキットの中に入っていた、これはマンフロットかな?か何かのクイックリリースプレートと、あとこのパイプを組み合わせたやつですね。これを、この L 型ブラケットにまず固定していきます。で、固定するときに、このクイックリリースクランプ、ここの裏見てください。ここになんか突起があるじゃないですか。この突起をこのレールの、隅っこに合わせるようにして、くるくる回していきます。これね、最初仮止めでいいですよ。そんなにきつく締めなくていいです。最初、こんなちょっと締まればいいくらい。はい、後でしっかり本締めするんで、この動く状態でね、問題ありません。はい。で、次にこの、クイックリリースプレート、これをカメラにつけていきます。で、このプレートをつけたらこのクランプに乗せるんですが、このねクイックリリースプレート、これ裏見てください。ある程度レンズが長い、やつだと、ここの締める部分ですね、これをねある程度ずらさないと、こう斜め上にこんな感じ、斜め上にねこのプレートが固定されてしまうんで、この前後をずらして、こうレンズのここに当たるか当たらないかギリギリのところね狙ってみてください。それじゃあこのブラケットに乗っけていきます。で、ここで左右の位置ですね、これを決めるんですが、あんまりねこっち側に寄りすぎると、ほらここの回す部分、ネジを回す部分にぶつかっちゃうんで、そのギリギリ避けれるくらい、ほんの少し隙間を空けて本締めしていきます。で、次にジンバルに乗せていくんですが、まだこの時ね、バランスとかは特に取らなくてもいいですよ。この後ね、さらにこの、フォーカス M のこのね、ギアとかがここにくっつくんで、まだバランスとかを特に考えずに、まあ、とりあえず真ん中ら辺にでも、止めておきましょうか。さあ、次にね、ここ伸びて、こう、ミョーンって伸びたこのパイプに、このフォーカス M をつけていくんですが、その前に、このベルトをこの、レンズに巻きつけていきます。で、本来であればね、この前のフォーカス合わせるところにこのベルトをぐるっと巻くんですが、今回はフォーカスではなくて、この1個下の、ズームの部分、ズームに巻きつけておきます。つまり、このフォーカスで手元でね、このジョグダイヤルなくて、マジックリングでズームを制御するって形になりますね。はい。まあこれね、ちょっとあんまり、なんていうんですかね、セオリー通りではないんですけど、とりあえず巻いていきます。これ結構巻くのね難しいんですよね。いい感じに、はい、なんとかねがっちり巻くことができました。これあんまりこう歪まないようにして、はい。で、この後にこのフォーカス M ですね、この下のこのクランプじゃなくてノブを緩めて、このギアにね合わさるように、はい、調整しながら、ここだね、はい、場所が決まればねじ込んでいきます。さあ、なんとか、このギアに噛み合うように、ベルトを固定したら、ちょっと指で回してみてください。はい、これでねしっかりと、このギアがね空振りせずに、回っていれば、多分大丈夫ですね。こうちょっとずれてるような気もするので、もう少し修正しますか。よし、ということで、しっかりとねギアも噛み合って、はい、問題なくねこう指で回すとこのフォーカサーが回ってくれます。あとは、付属のコントロールケーブルでジンバルとこのフォーカサー、フォーカス M か、これをねつなげるだけです。で、使うケーブルはこれ本体付属のこのヘッドホン端子みたいなやつですね、これを使います。で、このフォーカス M の横にあるこのイヤホンジャックみたいなところにこうザクッと挿して、次にこの本体裏にある上の方ですかね、これは2つあるんで多分どっち刺しても大丈夫だと思いますけど、今回はこの上の方に刺しておきます。で、あとは、はい、ジンバルのバランスを調整するだけです。まず間違いなくねバランスがとんでもないことになってるんでね、結構こうシビアに、調整する必要はあるかと思うんですが、まあ、頑張って、ね、やっていきましょう。
さあバランスも無事取り終わって電源を入れていきます。で、今回レンズにフォーカサーとかいろいろごちゃごちゃつけてるんで、またモーターっていうかね、このパワーとかも設定変わっちゃってると思うんで、はい、オートチューンねやっていきましょう。でオートチューンが終わったら、次はこのフォーカスと、このジンバルをね、リンクさせます。まずモニターオプション画面か、オプション画面に入ってアドバンスドフォーカス F1 のところでこの、スイッチをオンにして、セット A OK って出ますね。はい、そうなると、はい、どうです、今ね僕が手でこう動かしてるんですが、ほらしっかりとこのフォーカサーが、動作してくれます。おお、すごい、ちゃんとねこの手の動きっていうんですかね、それに合わせてゆっくり回せばゆっくりとこれが動いて、早く回すと早く動いてくれます。うん、いいですね。ただしこの iFocus M なんですが、この構造上仕方ないんですけど、このベルトとベルトにはこう範囲っていうんですかね、回せる範囲があって、ほらこれ以上回そうとすると、ここのね付け根っていうんですか、この接合部に干渉してしまうんですね、ギアがね。だからこっからここまでっていうこうね許容範囲があるんですよね。つまりこうズームとかをこうグーッとやっていって、まだズームしたいけど、これ以上ズームしたらこのギアっていうんですかね、この上の部分と干渉しちゃうっていう恐れがあります。ですからこのまず、ホイールを使って、この端と端の真ん中、このゴムのバンドはね、この端と端のこの真ん中にまず合わせておいて、次に、はい、ここレンズのこのズームボタンでちょうど105mm なんで 50mm くらいに合わせておきます。はい、となるとどうなるか、ぐーっと引いてで、はい、18にしたとしても、全然こっちね、あの端っこの方にはまだ余裕がありますし、ぐーっとズームをしていって最大の、105までいったとしても上の方にも全然余裕があります。こうすることでね、全然干渉せずに、この iFocus M をね使うことができます。これね、このジンバルの販売店さんのよっちゃんさんがね動画の中で教えてくれたネタで、それをね今回丸パクリしました。はい、右上にカード貼っておきますんで、詳しい詳細の方は、ぜひねこのよっちゃんのねページの方を見てください。さあ、なんとかね、接続も終えて手元でズームコントロールができるようになったんで、ちょっとこれ持って外ね出て、軽くテスト撮影でもしてみましょうか。さあ、外にやってきました。今 iFocus をつけてるんで、手元でぐーっとズームができます。お、なんか目の前にね狐でもいるのかな、ちょっとあれをズームして追いかけてみましょう。あ、行き過ぎた。はい、これがあると今ほらさっと、あ、なんだろうあれって時でもね、こうズームがねできてすごい、あ、いいですね。こういった使い方はすごくね、iFocus いいかもしれないっす。ちょっと 105mm なんでね、手ぶれとかかなり激しいかもしれないですけど、これ許してください。そしてこれ気温が今あれかな、-3度、今日はそこまでね冷えてなくてマイナス3度なんですけど、水平がちょっとおかしい。うん、あー、でもね結構距離離れてるんでね、こう野生動物をそこまで極端に警戒させなくていいからいいですね。実際どのくらいかと言いますと、ぐーっと回していって、はい、このくらいから撮ってます。うん、ちょっとこれはね、iFocus 持ってきてね、良かったなと思う瞬間ですね。はい、はい、こんな感じでね、撮れています。どうでしょうか。いやー、キツネもなんか寒そうですね、こんな感じでね、僕の住んでるところ割と、まあ、住宅地とかのすぐそばにもね、キツネとかシカとか結構出てくるんですよね。うん、でも今回みたくね、これがあることで、こうね、あまり野生動物に警戒されずに、動画をね撮ることができました。うん、ちょうどこれ持ってきてよかったですね。あー、それにしても手が痛い。手袋してでもね、結構痛みっていうんですかね、この金属の部分がちょっと触れるとね、手袋越しでもね、そこそこ痛いですね。さあ、ちょっと外の風景、ぐっと、パンして回しますか。はい、今ね、ちょうどこんなところでね、動画を撮っています。どうでしょうか。なんていうかこう、いかにも、冬の空っていうかね、そんな感じがしますよね。
なんもない海岸っていうですかね、ところから、動画をねお届けしております。ちょっとあの向こうの山でも、ズームしてみますか。はい、ズームとなるとあれですかね、手ぶれもね激しいんでね、はい、これで105ミリですね。ちょっとねこれでスーッと横にでもずらしてみますか。あーでも行き過ぎた難しいな。はい、風はそこまで吹いてないですけどね、なんか海模様はあんまりよろしくないかな。はい、それにしてもね、ちょっとまあこれは直接アイフォーカスには関係しないんですけど、ジンバルのなんかこう左右がうまく左右じゃない、このバランスっていうんですかね、水平がうまく取れてないですね。ちょっとスリープにして、やっぱりちょっとこの水平がねなんかいまいちにしっくりこないんですよね。特にこの寒い時期はね、こう 2,30 分外にいるとこういった症状がね見られます。どうですか皆さんのねこのモザイアクロス、寒いところでね使ってます？さあ、手元でズームが操作できるということは、つまり下がりながらズームをすると、はい、こんな感じでねちょっと面白い映像がね撮れたりします。で、逆に前に進みながらワイドに持っていくと、難しいはい、まあね、こんな感じでズームを使ってねちょっと面白い映像もね撮れたりしますね。ただ、やっぱり一番ねこのズームで役に立つときは、役に立つ場面っていうのは、あ、なんかこれ大きく見せたいなってときにすぐ手元で開いちゃった、この風にね動物追ったりとかねするときですかね。さあ、どうだったでしょうか、このフォーカス M ね。ちょうど外を出た時にね、あの狐がいて、ズームの練習っていうんですかね、あれができて、まあちょうど良かったですがね、まあどさんこ的な感覚で言うと、まあ狐でも嬉しくないんですけど、まあまあそれはいいでしょう。はい。そうですね、やっぱ手元でこうね、ズームが操作できるんで、今までどうしてもね、あの、この G レンズっていうんですかね、この18105、これだったらこう、ジンバルを動いてる時に恐る恐る触りながらやってたものが、結構ククってね、変えられるんで、まあこれ非常にこう、クイックにできていいんですが、まあ、そうですね、これほんとね、あの、ジンバルに、L 型のクランプに、マウンフロット、対応のね、あのクイックリリースクランプつけて、でカメラにプレートつけて、あのパイプくっつけて、で、フォーカス M つけて、ゴムバンドつけてという非常に作業がね、結構大変ですね。で、それを持ち運ぶっていうのもね、また一つ、問題がありまして、まあ、正直ね、もうあの完成した状態から動かしたくないっていうんですかね、こうまた外したりすればね、つけてこうガチャガチャやったりしなきゃなんないで、現地ではなるべくすぐ、ね、到着して、パッとバッグから出して使いたいという思いがあるんで、まあ、そうですね、本当にこうガチッと取りに行くぞっていう時にはもう家でじっかりねこう、準備して持っていくならいいんですけど、現地であればねああいった作業をやるのは少し現実的じゃないかなっていうふうにね思いました。いや、ただね本当手元で、さっきも言ったようですけどね、こうズームとかねフォーカスをパワッとコントロールできるのはすごく便利なんで、ぜひね皆さんもこのねフォーカス M ねこうお持ちの方いらしたら、このフォーカス以外にもズームとかでもね使ってみてください。で、このね iFocus
ス M がついているモザイアクロス2はね、あのよっちゃんさんのやってる YS イメージさんの方でね取り扱っていますので、ぜひねそちらも合わせてチェックしてみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。で今後もですね、こんな感じでジンバルとかね映像機材デジタルガジェットどんどん取り上げていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。